皆さんごきげんようアショウカオ伝説今日が最終回です、えー、今日で、えー、アショウカオの一生が終わりますですから、えー、今日は一番最後の場面になりますねアショカオが亡くなる時の様子をお話しいたします決して、えー、幸せに終わったわけじゃないんですね、えー、まあ言ってみると仏教に堅入れしすぎて かえって不幸をいいたというそういうそ話にもなるんですけどねおそらくだからこれ本当の話でしょうね、えー、作り話だったら、えー、仏教を信じた人は最後幸せになくなりましたというふうに持っていきたいんですけどもおそらく足岡は実際に、えー、あまりにも深く仏教に、まあえー、信仰の心を起こし過ぎたというのか。 えこれはですねつまりお伏せをしすぎるとということなんですねあまりにもそのたくさんのお布施を国庫から国のお金ですからねこれをどんどん伏せしたもんだから周りの人たちがそれを止めにかかるわけですねそして最後はあのみんなから、えー、まあ何て言うかもうやめなさいよと言われて半分幽閉状態となって亡くなるわけなんです。ちょょっとその話をいたしましまうね 足岡、えー、には一つ人生の夢がありましてこれがお布施をしたいともうとにかくたくさんのお布施を仏教相談にしたいとこれがわしの一生の夢だとこう思ってたわけです。それで先例として足岡、えー、以前につまりお釈迦様がおられた時代に一番たくさんお布施をしたのは誰なんだということなんですね。でこれがもう分かってておりまして まあこれはお経の中に出てくるんですが「ぎっこ読長者」というここに書いてあるでしょうこれギッコドク「ぎっこ読」「ぎっこ読長者」という方が一番お布施のチャンピオンだったんですね。これは有名なあの祇園ですね日本にも祇園ってありますけども京都のね私もあの住んでるところで私はあんまり行きませんけどもこの祇園という場所はもともとインドに ギオンという場所があるんですですその名前をま借、あ、用して日本でもつけてるわけでもともとのオリジナルの名前場所はインドなんです。でインドの擬音正式には「ギジュギッコドク・オン」「ギジュギッコドク・オン」それの最初の「ギと最後の「オン」をつないで「ギオン」というふうに短く言ってるんですがこの「 これお寺です本当はあのインドで最も立派なお釈迦様時代に建てられた最高級の素晴らしいお寺と、まあ、その境内ですねそれを祇園というんですでそれを建てたのがこの独長者なんですねだからインド最大のお寺をあの作って建立してそれを仏教相談に寄進しそれだけではありません。あとも,もう山のように たくさんのおふせをして、その総額が百千万金であったと。百千万って何なんだって言いますが、これはインドでは掛け算をするんです。百かける千かける万なんですね。それだけの金もうわかりません。前あのねあの四十、えー、万金とかなんとか出てきましたが、それに比べるといかに多いかわかるでしょう。百千万金のふせをしたのがチャンピオン。 記記録なんですねこのお伏せのアショウカはこの記録を何とか破りたいとこれに並びたいというのが一生の願いでありました。それでまあ今までにいろいろやってきましたねあの仏塔に布施したりなんかしてましたねあのお弟子さんのスーパーに布施したりそれを全部足しましたらねまあこれ計算よく分かんないんだけども4,000万金まだ足らん。 らしいんですね義っ子読長者に並ぶためにはねあと4,000万人ってこう思ってたわけです。でそれをもうどん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 お布施しようと思ってたところが自分が病気になりましたもう年でねあのいよいよ、えー、寿命が、えー、来てるわけで、えー、病気で倒れたんだそうです。それれであもうこれ早くしないと命が尽きる前に 何としてでも立候補局長者の記録を破るぞっていうようなもんでね。割と執着してますよね。それでもうもう何もか当たり構わずもうあるもの。すべて王家のものをどん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 お寺に寄付したんだそうです。例のあのクルクタ園という近くにあるねあのあったでしょ。仏教のお寺ね。あそこへ寄付したんだそうです。 えっとちょっと言いますと、お寺に寄付するという場合の、このお金はどこへ行くんだという話なんですね、えー、あの、仏教の法律によりますと、お坊さんは個人的に財産を保有することが禁じられております。これは今でもそうなんです。タイヤあの東南アジアやスリランカのお坊様たちは、えー、個人の貯金通帳預金通帳なんては持ってないわけで。 えー、それは全てお寺からあるいは信者さんからのお布施でその日暮らしをしていくわけですじゃあそのお金どうなるんだとお坊さんに分配するわけじゃないんですねでその場合にはですねお寺の、まあ、基金としてあの管理されてしかも管理する人はえお坊様じゃなくてお坊様それはあのタッチしてはいけないのでまあ言ってみれば檀家総代のようなね在家の管理者が おお寺のの基金金とととしてそのお金を全部管理するるるいう形でで受け取ることができるんですもちろんあのお寺の基金ですから個人あの一人一人のお坊さんがそのお金を使って贅沢するっていうのはそんなことは許されないんですよよ。ろしいですか。お坊さんというのは原則として、えー、個人の資産を蓄えるということは禁じられているわけなんです仏教ではね。そういういわけで、えー、この お,ーまあお布施をどんどん足カーがするそのお金はみんなそのクルクタエンのサがの組織として一種の宗教法人ですがね法人格がそれを管理する形で受け入れていくわけです。これはまあちょっと付け足しの知識ですけどもねそういうわけで足カーはどん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 国のお金をお寺に積み込むもんだから、えー、周りのね えー、家来とかあるいは皇太子の人たちが心配になるわけです。で跡継ぎはどうなってたかっていうんですがこれはっきり書いてないんですがあのクナーラのつまり息子ですねクナーラの息子つまりアショウカの孫が皇太子になって、えー、アショウカの晩年ね、えー、次の代を王様として継ぐことに決まっていたらしいんです。クナーラどこ行ったのかかよよくわらないんですよ ひょっっとしたらお坊さんになあの一台飛ばす形で跡継ぎの孫、えー、サンパディンサンパディンという名前のお孫さんですね、えー、この人が、えー、次の代を継ぐことになってるんですが見てたら心配で心配でしょうがない自分が継ぐはずのマウルヤ王朝の国庫が。 アショウカ王のせいでつまりおじいさんのせいでどんどん減っていくわけですね空っぽになっていくわけこれはいかんということで、えー、サンパディン、まあ、まともな人ですわね考え方としてはおじいさん駄目ですと言ってまだアショウカは王様なんだけれどもそれをもう監禁状態にして一切の不正を禁じたと言うんですねでもうお金の持ち出しが禁じられたアショウカは何か それでも伏せするものはないだろうかということでえ自分が毎食王様ですからご飯は金の器で食べてたらしいんですね。でその,その器をねご飯食べるたんびにその器を「はい」っつってこれ全部あのお寺持ってけっていうわけでお寺を伏せしちゃ駄目ですよって言うんで今度孫に止められて今度は器が銀になったちょっと値が下がった。 もういいよ銀でもいいから持っていけでとにかくもう貴金属類の処置をどんどん不正するもんでそれも止められて最後はご飯は貧しい素焼きの土の器に盛られて出されるようになりました監禁状態ですからもうほとんどもう何て言うかな遊兵されてるわけですよねで最後何か自分のものとして差し上げる布施するものはないだろうかって最後に、えー、手の中に アーマラカという名前のまあこれ果物というか木の実ですねちっとも美味しくないんですよ食べられますけれどもまあなんかあの薬草みたいなもんでね渋くて苦くて私もいっぺん食べたことあるんですけれどももう二度と食べませんが大したもんじゃないんです大したもんじゃないアーマラカというその実が半分だけ手元に残ったんだそうですこれがのの最後の伏せです。 これをあのクルクタんの山岸へ持っていって私の最後の伏せだということでお坊様たちに差し上げてくれとこれが、えー、まあ悲しいのか自分で招いたあのよことなのか分かりませんけれどもともかく足岡の最後の寂しい晩年の伏せの様子なんですね。で、えー、そのアーマラカを半分 受け取ったサンガのお坊様たちはどうしたかというとそのアーマラカをすりつぶして皆が食べるご飯の中へ入れて全員でそれを食べたつまり全員がそのお布施を受け取りましたということを示したということなんですね。お寺もここまで足岡がひどい目に当てたらお布施を断ればいいんですね本当はね、えー。ただまあ人がお布施をするものを断るというのはそんなに簡単にできないんです。 なぜならば、お世をする側はこれは自分の投資だと思って、将来必ずその見返り稼報があると思って不正してますから、それをやめな、やめなさいと言って止めるわけにはいかないんですね。だからそういうわけでもらう方も大変なんです。あの今東南アジアのねお坊様たちで糖尿病が増えてるっていうニュースが時々出るんですね。あの美味しいものいっぱい食べるから、でもそれはね。 あげるから食べなくちゃいけないんです食べないと伏せした人の過方にならないから食べてあげなくちゃいけないというわけで無理してカロリーの高いものを食べるんですね最近は特にそういう食べ物多いからカロリーの高いのそれでみんな糖尿病になっちゃうんだっていうまあああのある意味かわいそうな状態でもあるで今のこのクルクタン炎もそういうところあったと思いますね自分の一番大事なパトロンであるアショが不正しすぎて ひどい目に遭ってんだから断りたいんだけどもこれを断るということは足岡の思いを我々があの拒否するということになるので、えー、ここはなかなか難しいところだったと思います。それで足岡は最後にアウマラカを布施して何と言ったかというと、えー、この布施によって私は天に生まれたいとか 梵天の世界にに生ままれたたたいいいいととか、か、あるいはまたもううう度王様になりたいとかそこの私の最後の伏せが願うこれの家宝は私はこれによって悟りを開きたいつまり仏道修行の道の最高の状態になりたいと言って亡くなったんだそうです。どこかに生まれ変わるはずなんですけれどもそのことは何も言ってませんね。 アショは悟ってアロカになったわけじゃないから亡くなった後にどこかに生まれてるはずなんですけれどもまあ天に生まれたという話も後から出てきますけれどもこのディブヤーバダーナの中においては阿ショウカが亡くなってどこへ生まれ変わったというような話はもう出てこないですね。癖をしてしすぎて寂しく亡くなりましたという話になっておりますこれが仏教に思いを深く持ちそして え、布施をすることを自分の一生のまあライフワークと考えた。阿松岡という実在の人物の物語なんです。だから、これ本当の話かどうかは分かりませんが、その実在した人物をモデルにして作られた話であることは間違いないんですね。で、これはもう阿松岡を碑文によってもえ、阿松岡が熱心な仏教の在天信者であったということは、もう。これはもう間違いなく書いてありますから。 その話がだんだん膨らんでこういう話にまで行ったんだろうと思いますね。さてその後少しだけエピローグがあります。えー、その後のの後マウルヤ帳はどうなったのかということですね。えー、ここにこれは本当かどうか分かりませんがちょっと人が多すぎるような気もしますけれどもえこのサンパディンが継いだ後の王答ですね王様の系譜が書いてあります。サンンパパディィブリハスパティ ブリシャ聖なプシュアダルマ、あ、プシュアダルマンですね。そして、最後がプシュアミトラ。ここで、マウルヤ朝は断絶をいたします。滅びます。で、その滅びる話がちょっとだけありますから、残りの時間で、えー、あ、しょう、あ、あ、紹介、ごめんなさい、えー。マウルヤ王朝断絶の物語、天末をお話しいたしましょうね。プシュアミトラ。この人は、あの、よくない人です。<laughs> えー、この人で終わっちゃうんですけどね、えー。全然仏教に対して思いのない人でありました。で、えー、しかし名誉名誉欲だけは強くって、せ、え、ん、ー、あのなんていうか先代というか先なんていうのあの先祖の阿勝化王と同じくらい名を残したい。あの阿勝化王様と同じだけの名を残すだけの。 何かここうう手柄を立ててたたいいとこう願っていたんですね自己拳銃が強かったそれで、えー、大臣に相談をするんですねどうやったらわしは名前残せるか足岡王と同じことをしたらどうだろう足岡王は8万4千のストーパーを建てたけれどもわしも建てようかなこう言ったんですねそしたら大臣がいやもう足岡王が8万4千建ててますから今更同じことやってもあんまり 効果ないですないす <laughs> どうしましょうあの壊すっていうのはどうです8万4,000建てたものをあなたが今度全部壊すっていうのはどうでしょうそうすると名が残りますよっていう、まあ、とんでもない相談でそうやねじゃあまあ芦カ王が8万4,000建てたんだからそれをわしが壊そうかそうすれば芦カ王と同じくらいの有名人にはなれるわなとこういうわけで。 まあ、実にいい加減な考え方で、えー、仏教相談を破壊するということを、あの、計画します。それで、あの、軍隊を仕立てて、例のクルクタヘですね、近くにある。あそこへ、まだあったんですね、アショウカ号から何代も後もずっと続いてたわけです。そのクルクタヘへ、えー、軍勢を伴って、まあ、押しかけて攻め込んで。えー、これを殺あの、壊そうとするわけです。 で何度か何度か奇跡が起こって軍隊がこうビビってねなんかライオンの吠え声が聞こえてそれで軍隊が引き返しちゃったってそれの何回かこうあったんですがとうとうそれもあの効果なく攻め込んでいくわけですクルクタインそしてそこにいるお坊様たちに「お前たち選べ!」。 わしはここへこのスツーパーを壊そうと思ってやってきたんだけどもお前たちがもし望むならばスツーパーは残してその代わりにこのクルクタエンのお寺を全部破壊してお前たちを皆殺しにするどっちを選ぶとこう言ったわけですね。ブッダののおお墓をを取取るるかか前たたち自身の命を取るか選べとこう言ったわけですするとお坊様たちが「どうぞスツーパーは残してくださいませ私たちはどうなっても構いません」とこう言ったわけです。 それを聞いた、えー、このプシュアミトラはそうかじゃあ望み通りにしてやるってうんでクルクタインを全部破壊し僧侶を虐殺したと言うんですね。でそれを見ていた仏教の信者であった仏教に思いを深く寄せていた夜舎がおりました。夜舎っていうのはあの妖怪なんですけれども大変この、えー、頭の良い知,知性のある妖怪なので、えー、何もしない なんていうか、あの傍若なまんまのヤシは人を食い殺したり悪いこといっぱいするんですが、仏法を理解する力があるんですね。それで、ブッダの教えを聞いたことのあるヤシというのは、仏教の信者になるんですね。つまり仏教を守ってくれる、守護神になってくれるわけ。守護者になってくれるんですね。そういう中に、仏教に信心を持ったヤシャで、えー、ダムストラーニバーシンとか難しいな ダムシトラーニ・バーシンという野者がいてえらいこっちゃとお坊様たちが殺されてるあのプシュア・ミトラとんでもない物的だというわけでこれをやっつけようとするんですがこのダムシュトラーニ・バーシンさんはすでに仏教信者の野者なので暴力を振るわないという誓いを立ててるんですよ。困りましたね。仏教信者ななので暴力をるえない だけども今仏教を破壊しているこのプシアミトロをなんと,とかして退治したいこのジレンマの中で悩むわけです。で昔このダムシトラバー,ーニバーシン夜舎に娘がいてこの娘を嫁にくれと言った別の夜舎がいてクリミシャという夜舎でこの夜舎は仏教信者じゃなくてあて乱暴者の夜舎なんです。 で乱暴者だから昔嫁にくれってお前の娘を嫁にくれと言われたこのダムシュトラーニバシン野者は断ったんですお前みたいな乱暴な野者にやれるかこう言ったわけですねところが今もう切羽詰まってきましたからあれ思い出してねあのクリミシャンに娘やろその代わり取引やその代わりあいつはあの仏教信者じゃないからあの まあ言っても人殺しても平気なやつだとだからそれでクリミシャに言っていやあのいやプシュアミトラをやっつけるようにこう頼んでみようというわけでまあなんていうか娘を引き換え条件にしちゃって <laughs> それでクリミシャにプシュアミトラをやっつけてくれとこういうわけです <laughs> ところがそのプシュアミトラの背後にもそのなんていうのファンのプシュアミトラ側の野舎っていうのがいて。 いいいいろいろ野車がいっぱい出るで、えー、それであのそれがプシュアミトラを守ってるもんですからクリミシャは簡単にそのプシュアミトラをやっつけることができないわけですそこで,今でそれでですねダムシトラにニバーシンが今度は俺がちょっと一枚あの一肌脱ぐわっていうわけでそのプシュアミトラの後ろにいる夜舎のところへ行ってちょっと散歩でもしないって <laughs> 言ったらしいほにそういう。 ちょっと散歩に行こういいとこ知ってるし」と言うんでそしてその護衛の夜叉をうまいこと誘い出してなんか海を見に行ったらしいんですねなんかかる夕日を見ようとか言って言ったんだろうと思うんですがそうやって護衛の夜叉を誘い出している隙にこのクリミシャの方がどうしたかというと大きな山を持ってきて陣通りですね山を持ってきてプシュヤミトラとその軍勢の上にドーンと山を 落として全員んだかすごい野舎のその何て言うか戦略計略みたいなそんな話になってますがこうしてマウルヤ王朝最後のプシュラミトラ悪王プシュラミトラは仏教を破壊した後にその報いで山の下に潰されこうしてマウルヤ王朝は跡形もなく 消え去りましたというわけなんですねこの後にはマウリア王朝を継いで別のシュンガ王朝という別の王朝が起こってきてそこからインドはさらに戦国時代へと突入していくのですがそれはまた別の話ですねこうしてアショーカ王の話は終わります次回からは今度は現実にインドを見聞きした三蔵法師たちのお話についてご紹介をして そしてしてョウカ王のね、えー、あの物質じゃないアショウカ王の名残もたくさん残ってますそういうものもご紹介していこうと思います。それじゃあアショウカ王の話はこれで、えー、終わります。ご一憲を。